ガッシャッ。もしもし、あつしですけど。あ、俺、どうしたの？仕事決まった？まあ、決まったような、決まってないような。まあ、とりあえず、なんか新しい居場所って感じがあったんでしょ？そう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 。ありがとうね。ごめんね、忙しいとこ。いやいや、忙しくはないけど、まあいいんじゃないの。そうだね、ありがたいことだよね。まあ淳もありがたいと思えるようになったんならそれでいいんじゃないの。本当にありがたいよね。ところでさ、また歯折ったんだって。そう、また折れた。もうさ、治す方もさ、本当にうんざりするよね。力入りすぎなんだよ、力。そんなにギター弾くのに力いるの？俺そんなに力入ってないよ。なんか入ってないよね。多分それぐらいさ、有名な力入んないんじゃない？だからそうじゃないって。そりゃやっぱり有名になった方が力入るよね。あつしなんか別にいいじゃん、イエーイってやってればいいんだから楽なもんだよ。俺みたいになったら結構大変だよ、そこそこ。なってみてわかるんだ。ああ、それはなんとなくそうかもしんないよね。なんとなくわかる。なんとなくだけどね。なんとなくね。まあいいんじゃない？なんか、よく生きてるよね。そうね。それ結構みんなに言われる。今日もまたごちそうになったんでしょ。なった。何食べさせてもらった？ポップコーン、あとベーグル。ベーグルね、なんか世界初とかさ、史上初とかさ、好きだよね。好き。あれ本当に思ってそう言ってんの？もう思ってそう言ってる。本当にそう思うんだよね、その時はね。結構嘘はないよね。ないね。ないよね、本当にね。嘘だったらさ、ああいう風に言えないもんね。妙に淳の言うことってこう真実味はあるよね。だって真実だもん。そうなんだよね、好きだよね、真実ね。言うよね、誠に遺憾ですとかね、誠に恐縮ですとかね、口癖だよね。そうね。だからまたさ、女言葉になってるよ。そうなってる、なってる。結構気をつけた方がいいよ。周りからあの人オカマなのかなって思われてるところもあるよ。そう？だってさ、なんかこう出す声がさ、とても男とは思えない声出すときあるじゃん。そう？そうだよ。もうパジャマーズとかさ、あれ怒られてるじゃん。本当にだって女性ボーカル入ってるみたいに聞こえるもん。そう？あれどうやって撮ってんの？どうやって？あんな上の声を出るの？出るね。練習してると出るようになるもんだよ。だって3オクターブ半ぐらい出るんでしょ？出るね。全部ピッチ不安定なんでしょ？不安定だね。ほんとダメだよね。それででも安定しちゃったら驚異的な歌唱力になっちゃうから、それはそれつまんないかな。今ぐらいでいいと思うよ。今ぐらいで。いや今ぐらいだとまずいと思うよ。もうちょっとちゃんと歌えるようにならないと。あのさ、俺が今ぐらいでいいって言ってんだけど、どういうこと？いや自分では全然ダメだと思うよね。だからさ、そんなこと言ってたらさ、永久にさ歌えるようになんないし、実際さいいって言ってんだからそれでいいじゃん。そんなさ、前歯折るほどさ練習してさ、前歯なくなっちゃいましたって言ってさ、違うと思うよ。
みんな日本人前はちゃんとついてるから、一般的日本人そんなさダメだって歯ないの。え、だってジョンだって前歯、いや俺の場合はいいんだけどさ、なんか普通のサラリーマンじゃなくてよかったよね。そうね、そのさごめんね、そうねっていう時の言い方がさとても男性とは思えないんだよね。そうね、ほんと言うとねって言うじゃん。もう一回言ってみて。ん？本音言うとねって面白いよね。あれさ本当に一人でやってんの？さすが友達いないだけあるよね。全部一人でやってんの？まあ基本パジャマーズはまあ謎の集団だからメンバーは不定期だよね。好きだよね不定期とかね好きで実際誰がメンバーなの？それは言えない、それは言えない。まあいいんじゃないそういうとこ口固いよね、固い。誰かは言わない意外な人なんだよね、意外な人一人じゃないでしょ、それはどうかな一人じゃないでしょ、それはどうかなまあ大体俺分かるからいいよ、そう分かる、大体分かる、大体出入りしてるメンバーで誰か分かるけど、パジャマーズでも本当にさメンバー不定期なんでしょ。不定期だね。でもいいんじゃない、あれパジャマーズ受けてるから。そうなんだよね。なんかさ YouTube のアカウント取り消しになるからなと思ったら急にさ1330人になっちゃった。ありがたいよね。あ俺もチャンネル登録してるよ、見てるよ、面白いから面白い、面白いね、割と面白いね。あそうありがとう、そうありがとうの言い方とかさなんか一般男性と違うねもう一回言って、ありがとう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 気持ち悪いよ私なんか芸風になってきたよね。まあいいんじゃない本当に、まあそうやって芸風できてくんじゃない。まあ時間かかると思うよ、そんなにすぐできないよ。どうも結構な年になっちゃったよね。何やっても昔から遅かったじゃん。お母さんに言われたんでしょ、淳は何をやらせてもみんなより遅いからってそうね、ほんと言うとねってね。なんかさお母さんらしき人に向かってさ笑顔振りまいてる写真とかあるけど、あの女の子見ると笑うよね。なんなのあれ。あんまり女の子見るととか考えてないよ。なんかさ犬にも笑顔振りまくよね。そうね、犬もね、犬好きだしね、動物とか好きだよね。好きだね、本気で会話するよね、するね。なんか牛飼いたいんだって、牛飼いたい牛って飼っちゃダメだよね。でも飼うっていうぐらいでさ飼っていいんじゃない。ダイダリ好きだよね好き好き好きまあいいや、まあなんとなくいい方向に向かってるみたいだからよかったじゃん。まあ相変わらずなんか人に恵まれてるよね。そうね、人には恵まれてるね、みんないい人だよね。っていうか淳が自分がいい人だなと思う人とだけ付き合ってるからそうなるんじゃん、まあ、そういうとこあるね。あとなんだろうね、割と人が寄ってくるっていうかね、やっぱり笑顔だとみんな寄ってくるよね。そうねあの暗くさ店の横でさなんかしゃがんでブツ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 言ってたかと思ったらさ
イエーイベイベイヘイって言ってさ、なんかさねえ、まあいいんじゃない、あつしは笑顔でいるのが一番だよ。そうだね、ありがとう、ごめんね忙しいとこ。忙しくはないけど、みんなそれぞれ立場とかあるからさ、まあそこら辺のところを理解しながら頑張っていきなよ。ごめんね忙しいとこ。いやいや俺も忙しくはないけど、まあ元気で頑張ってよ。まあそのうち遊び行くから。ありがとうね、じゃあねバイビー。ありがとうね。